皆さん、こんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、驚きのサービスというテーマでお届けいたします。先日、ある経営者の方とお話をしていたらですね、旅行の話になりました。この経営者は、この前、山形県のあるところに旅行に行かれたそうです。ご夫婦で。それで、あるですね、旅館にお泊まりになったそうなんですけども、ここは、すごく有名なところで、いわゆる感動のサービスとかね、驚きのサービスというのを行っているそうなんですけども、一泊することになりまして、夜はね、温泉入ったりとかいろいろね、楽しいことをご夫婦でやられたそうなんですけども、翌朝、チェックアウトしました。そして、車に向かいました、駐車場の。そうしたらですね、なんと、車がピカピカにですね、洗車してあったそうです。その方は、もうすごいと言ってですね、私に伝えてくれました。そして私も、おお、それはすごいって言って、こうやって動画ブログで伝えています。わずか、洗車、たかが洗車なのかもしれませんが、こうやってですね、やはり驚きのサービス、感動のサービスというのは口コミで広がっていくということですね。ただ、この洗車のサービスをですね、じゃあ、どこの旅館でもできるかというと、そういうわけではございません。ということで今日はですね、感動のサービス、驚きのサービスをお伝えしました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらにアキナヨカドカドチャンネルの登録のバナーが出ているかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。